どうもこんにちは、キイです。にゃーです。チチ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 チ、今日はクリスマスプレゼントが来たので、これを開けてみたいと思いますよ。ここに、ここを開けてみます。はじめ、出ない。あ、本だ。でこ。ああ、ルカニャンの雑誌。雑誌。これ取るの怖いパターンじゃん。ニャン取ってゴム。飛んでた。ステディおしゃれ収納術。へえ、そうなんだ。100円ショップおしゃれ収納術。ほうほう。いいえ、これが欲しかったんです。ビーミングバイビームス本格派ショルダーバッグ。縦 14.5 センチ、横22センチ、マチ7センチ、ストラップの長さが135センチ、最長。これは教えるときに、どうなっけ、ペンとか入れておくのに便利なんです。はい、開けていきます。開けれるかい？呪いのハサミ使おうと。呪いのハサミじゃないよ。容器だもんだって。なんか似たようなのがある。クレイサスのショルダーバッグがローソン限定で発売。横 22.5、 高さ 14.5、 マチ 6.5 センチメートル。バッグとチャーム以外は商品に含まれません。え？あ、ベルトは入ってるのか。こんな感じの音のパイバッグは入ってました。中はこんな感じです。なんかドラムのやつかな、なんか入ってた。いや、よかったね。うん、素敵。中何？壁どう？中の紹介はしてくれないの？中の紹介暗くてできない。なんで？なんか火事になるというか。火事？影になるというか。ポケットが薄いのが一つ。一つだけですね。外にはなし。綺麗。マジこんな感じ。ショルダー紐も癖がそんなについてないから、しばらくかけておけば綺麗になりそう。うん、そうだね。いいね。ショルダーバッグね、僕間違えてる？もしかして短くしてる？長くしたいんだけど、腰丈くらいに。こんなものかな。細すぎる気もしてきた。
大丈夫かな。この癖はどうしようもないね。うん。でも硬すぎず柔らかすぎず良いです。そうだね。どっかになんか詳しく書いてるところないのかな。雑誌読み慣れてないですね。どこにあるんだ。付録としかないな。ステディ1月増刊号には別の付録がつきます。どういうことだ。これも神田さんから来たわ。あれマシュマロ、うん、うんうん、目次だけですが OL 通勤バッグ大賞2019 B5 サイズ、A4 サイズ。あ、A4 サイズがいいな。だけど A5 サイズが一番いいな。冬でも24時間カサカサしない銃を保湿法を伝授。キイちゃんの手がカサカサだからなんだろう。特に何か、特に何かあるわけではないらしい。フルラ A4 サイズのバッグ。ふんふん。盛りだくさんですね。クレイサスのキルティングトート、へえ。ポーチか。ポーチって意外といっぱいあるんだよね。自分で作ったりもするし。すみっこ暮らし、これか。うん、裏がヒョウ柄、ヒョウ柄でしたね。カサカサしてる、ビニールっぽい。開閉しやすい引き手、長財布も入る大きさ。うん、横が何センチだったっけ。横22センチ、横22センチ、高さ 14.5 センチ、待ち約7センチ。これだったら A5 サイズ入るかな。ギリギリ入らない。高さがギリギリ入らないけど。何が？A4 サイズの半分がギリギリ入らないくらい、うん、でも三つ折りにしたくらいだったら入るかな。あとはペンとかメモとかがごっそり入ればいいな。というわけでうちは大抵100均ユニクロ雑誌の付録で生きてます。以上ステディ1月号の付録の紹介でした。キーが開けたかったんだよね、うん、ダンダン。